陸前高田からなんと今日 あのこちらでやってるボランティアです。高校生3人組が、別に一緒に組じゃないんですね。高校生3人の高校生が、参加しているということで、来る前と来てみて、ボランティアやってみてどうだったかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。どうして今回ボランティア行ってみようかなと思う、なんかきっかけとか、どういう気持ちで行ってみようかなと思ったことありますか。3月に初めてその震度5強の地震を私自身も家で経験して、それですごい怖い思いをしたんですけど、多分もっと怖い思いをしている人がたくさんいるっていうのも分かっていて、それとこの学生の方が中心になっているグループでやってるっていうグループ自体にすごく魅力を感じて参加したいと思ってきました。被災地っていう場所で活動することと、ここにいる皆さんたちと、多くの人と関わることで自分にとってプラスになるのがあるんじゃないかなというふうに思って、した。テレビで見て、この震災っていうのを感じるよりも、実際自分の目で見て、この震災がこの日本という国にどれだけの影響を与えて、どれだけの損失をもたらしたのかということを自分なりに理解して、それで被災地の皆様の役にちょっとでも立てればいいなと思って。昨日初めて被災地で、昨日南三陸町見てみて、テレビでもう散々見てる映像だったと思うんですけども、実際に見てみてどうでしたか。テレビとかで見るとやっぱり全体を映すんで、やっぱ細かいところっていうのは分からないじゃないですか。なんでやっぱり震災の当初から比べてやっぱり平らになってきて、ちょっと進んできてるのかなと思ったんですけど、実際に行ってみるとやっぱりまだいろんなものが混入してくれてるなというのが正直です。来てみないと分かんない。分からなかったね。テレビ見てるとただ曲がってるんですよね。テレビでは映ってるんですけれども、全然触ってみたりすると違います。どうですか、ボランティア活動ってやってみて今のところ。昨日は全くその被災してる方と交流ができなかったんですけど、今上でちょっとお茶とか出していただいて、こう話してみて、で被災地の方もすごいボランティアの方と交流して元気をもらいたいっていうのが分かったので、これ作業はもちろん少しずつやっていけたらなと思うんですけど、そういう交流も同時にできてよかったし、これからも続けていけるといいと思います、やっぱり地元の人とお話ししたりとか、はい、生の声が聞けるのが、今日はありがとうございました。引き続きやっぱりこういう力作業って若い人の力っていうのはすごくこれから持久戦だから大事だと思うので、ぜひこれから頑張ってください。どうもありがとうございました。